ジョセフ・ジョー・カザーダはアメリカ合衆国の漫画家である。ニューヨークでキューバ系の両親のもとに生まれ、クイーンズ区のジャクソンハイツ周辺で育った。初めて夢中になったコミックはアメージング・スパイダーマンの第98号である。大学では資格芸術学部でイラストレーションを学び、1984年にブファを取得して卒業した。当時彼はコミックは 子供のものだと考えており離れていたが、25歳の時にフランク・ミラーのダークナイト・リターンズを知って関心を取り戻した。1990年代初頭にバライアント・コミックスフリーランスのアーティストとして働き始めた。バライアント・コミックスでは、ニンジャック、ソーラー、マン・オブ・ザ・アトムなどの作画を手掛けた。彼の絵はアレックストス、マイク・ミング・ノラ。 アルフォンスミューシャの影響を受けている。D.C. コミックスでは、ライターのジャック・シー・ハリスと共同で、ゴールデン・エイジのキャラクターである例のアップデート版を、手掛けた。1992年には、ライターのデニス・オニールと共同で、ミニシリーズ、バットマン、ソード・オブ・アズリールでアズライルを創造した。その後、カザーダは、インカー仲間のジミー・パルミオッチと共に出版社、イベントコミックスを設立し、 消防士の圧死を生み出した。1998年、第11章を申請したマーベルコミックは、カザーダをマーベルナイツに引き入れた。マーベルナイツのエディターのとしてカザーダは、デアデビル、パニッシャー、インヒューマンズ、ブラックパンサーなどを取り扱った。マーベルナイツの2年半後の2000年、カザーダは、ボブ・ハラスに代わって、マーベルコミックの主筆となった。 アーティストがマーベルの主筆となるのはカザーダが初めてである。2010年6月2日、マーベルはマーベルエターテインメントのチーフクリエイティブオフィサーにカザーダを迎える予定であることを発表した。2011年11月4日、カザーダは主筆を辞任した。後任はアレックス・アロンソとなった。カザーダは後に彼が成し遂げた後に残すことができる。 有限のものとして編集長を常に見ていたと言って、彼の母校、スクール・オブ・ビジュアル・アーツの出版物である、ビジュアル・アーツ・ジャーナルとの2011年のインタビューで、この決定を衝実したディズニーによるマーベルの買収が、彼が探求したいと思った機会を広げたことを示している。傘、だは、全編集長を、マーベルの編集部の再構築とコミックコンテンツの、 監督だけに重点を置いていたものとして、彼の首席クリエイティブオフィサーの役割をいくつかの部門に創造的に関与させる役割を果たすものとして対象した。2016年には、マーベルのネットフリックスシリーズのルーク・ケージのポスターをデザインした。このポスターは7月のサンディエゴコミックコンで公開され、そのシリーズは9月20日に上演された。既婚者であり、娘を設けている。 ニューヨークメッツのファンである、ありがとうございます。